素直に、嬉しく喜ばしいことだなというふうに思います。ただ私一人で取れたわけではなく、スタッフ、学生、コーチ、マネージャー、主務含む選手の頑張りがあってこそのこの賞だと思うので、本当にチームに関わる全てのみんなに感謝したいなというふうに思います。まずは自分が熱い気持ちを持つ、熱量を持って指導するっていうことを心がけながら、あとは自分の思いだけにならずに、特に4回生やキャプテン、副キャプテンの思いややりたいことっていうところも尊重しながら、お互いにコミュニケーションを取りながら、うまくいくこと、いかないことを経験しながら、その都度その都度コミュニケーションを取りながら成長していったっていうところは、このチームの強みであり、自分がチームを作る上で心がけた部分であります。今シーズン、いい結果は出たんですけども、それがまた来年出るかはわからないので、また新チームになった時に、優勝チーム、王者としての結果だけじゃなく振る舞いも含めて、しっかりと関西のチャンピオンであるということを意識しながら、来年シーズンも一試合一試合、積み重ねていきたいなというふうに思います。